はい、おはようございます。和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、先日ですね、レッドブルのホームページを見ていたら、まあ過去4戦のこうダイジェストの画像みたいなものが紹介されていたんですよね。で、やっぱりこう、まだ4戦終わっただけなのに、いろいろあったなっていうのを思ったので、ちょっとね、紹介してみたいと思います。で、まあ開幕前のテストでは調子良かったんですよね。まあフェラーリが早かったっていうのはありますし、まあ、メルセデスが本当に遅いのかっていう疑いもあったんですけれども、こう、レッドブルに関しては順調にテストをこなしていたんですよね。で、そしたらまさかの開幕戦で速さを見せていたのに決勝でダブルリタイア。これはちょっとびっくりしましたよね。こう、まさかの開幕ノーポイントですからね、去年のチャンピオンですよ、がノーポイントっていうのはやっぱりちょっとなーっていう気がするんですよ。で、で、蓋を開けてみたらフェラーリが早かったということで、第2戦のサウジアラビアでは、フェルスタッピンが優勝するんですよね。で、ここはやっぱりすごいな、もう完走したら早いっていうのを見せつけたわけなので、やっぱり、確か、サウジアラビア1位と4位だったかな。フェルスタッピンが1位。で、ペレスが4位っていう形で、ポイントを獲得することができたので、完走すれば早いっていうのはちょっと、こう、安心したなっていうので、まあ、そこで続いて第3戦、オーストラリアですよ。で、ここでですね、またフェルスタッピンにトラブル起こるんですよね。で、リタイアっていうことで、まさかのこう、開幕3戦で2戦リタイア、しかもトラブルでリタイアですからね。まあ、去年もですね、リタイアあったんですけれども、まあ、トラブルって言ってもこう、タイヤのバーストぐらいで、こう、あとは、まあ、ハミルトンとのクラッシュが多かったので、こう、リタイアあったんですけれども、開幕3戦で2戦、こう、トラブルでリタイアっていうのは、ちょっとファンとしては心配ですよね。その、クラッシュであれば、その今後頑張れみたいな形になるんですけども、トラブルでリタイアってなると次も大丈夫かっていうのがどうしてもついてくるんですよね。で、まあ、そんな中でこうオーストラリアはペレスが粘って2位っていうことで、まあ、ここはね、こう良かったかなという気がします。なので今年はですね、ペレスがこう頑張ってる、調子がいいっていうのがレッドブルにとってはものすごくプラスかなっていう気がするので、こうここはね、フェラーリと戦うっていうのを考えるとペレスの活躍っていうのは重要かなという気がします。で、迎えた第4戦イモラですよ、がスプリント決勝とフェルスタッペンが勝つわけですよね。で、トラブルもなくっていうことなので、まあ、今後がちょっと期待だなという気がしますよね。なので、こう去年もそうだったんですけども、諦めないっていうのはやっぱりいいですよね。で、そのイモラで完全にまたフェラーリに完敗して、しかもこうまたトラブルが出てリタイアってなっていたら、今シーズンちょっと無理かなっていう雰囲気だったんですよね。で、そんな中で、こう、スプリントと決勝を勝ってしまうフェルスタッペンってやっぱりすごいなっていう気がするんですよ。で、決勝に関しては、こう、予選はですね、ペレス残念だったんですよ。やっぱり赤旗が結構多かったので、その、タイムを出すタイミングが悪かったっていうのはあると思うんですよね。で、予選沈んでしまいましたから。で、その、スプリントで順位をしっかり上げて、で、決勝で2位。ということでワンツーフィニッシュですよね。なので、こうやってこう逆境の中でも力を出してくるチームっていうのは、やっぱり応援している側としては見ていて面白いんですよね。こうハラハラドキドキしながら応援する、で、後がないような状態で追いついていくみたいなことは、やっぱり見ていて面白いですから、こうファンが増えるのもわかるなっていう気がしますね。僕自身はもともとホンダで応援していたので、そのままレッドブル応援っていう形で、まあ、今はね、ドライバーとしては当然フェルスタッピンを応援してるんですけども、やっぱり日本人っていうことで角田裕樹を応援してるんですが、やっぱりこうフェルスタッピン応援しちゃうんですよね。なので今年は特にペレスも僕はもともと応援しているので、こうフェルスタッピン、ペレスでワンツーフィニッシュっていうのは本当に嬉しかったですもんね。なのでこれは見応えあるレースが次のマイアミで、スペインで、モナコと続きますけれども、この3戦重要だよなーっていう気がするんですよね。で、マイアミに関しては初開催ということで、天気がですね、初日がちょっと怪しいな、雨が降るのかなっていう感じなんですが、まあ土日と
まあ、曇り晴れぐらいで、雨はそこまで心配なさそうな雰囲気なんですよね。イモラのように、ものすごい難しいコンディションで開催っていう感じではなさそうなので、まあ、クリーンなレースが見られるといいかなという気がしますし、まあ、その後、スペインですよね。まあ、当然、F1 のテストが行われるようなサーキットなので、みんな走行データをしっかり持っていますから、ここでこう、マシンの性能差っていうのは、アップデートも持ち込むチームが多いと思うので、またこう、勢力図がしっかり見えてくるのかなっていうレース。で、モナコに関してはやっぱり予選が重要なので、一発の速さっていうのが、ペレスが今年予選がちょっと強くなってきたっていうのは、レッドブルの強みかなっていう気がするんですよね。で、その、スペインあたりでまたこう、軽量化のアップデートを持ち込むようであれば、モナコ、これちょっとレッドブルチャンスなんじゃないかなっていう気がするので、今のその開幕当時であれば、コーナーリングっていうのはフェラーリが強いかなと思っていたんですけども、アップデート入れてから、こう、コーナーリングやっぱりレッドブルいい気がするんですよね。だからこの辺もね、ちょっと見てみたいなという気がします。ただ、イモラとマイアミで、まあ、コースレイアウト当然違うんですけれども、あとですね、気温が多分全然違うと思うんですよ。予想気温が30度ぐらいマイアミになっていたので、イモラはかなり寒かったですもんね。だからそう考えると、こう、タイヤに対しての影響みたいなものも、ちょっとポイントかなという気がするので、まあ、そんな中でね、こう、追い上げるレッドブルで、逃げるフェラーリという形で、どんな戦いを見せてくれるのかっていうのは楽しみですよね。ということで、カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼しまーす。You